はい、すいませんでした。ホンダベンリー CD50 のご紹介をさせていただきたいと思います。完全にちょっと出鼻くじきましたね、私。本当申し訳ないです。こちらのオートバイはですね、私がつい先日ですね、石川県まで行って、ウホな買い取りをしてきました。はい、ウホホイでございますよ。はい、往復で、納車のついでで行かせていただいたんですけども、往復で1300キロぐらい走ってきました。38時間ですね。はい、楽しく旅行させていただきましたけれども、ホワイトベースでですね、買い取り常に募集いたしております。別に遠くじゃなくてもいいですからね、近くの方とか店頭に来てくださる方とか非常に大歓迎ですので、よろしくお願いします。はい、こちらのオートバイなんですけども、CD50 うちでやったことあるかな、ないかな、ちょっと不明なんですが、とりあえずじゃあ説明をしましょう。はい、CD50 というのは、どういうバイクか、これ、ボックスとかついてたりとか、多少の改造がされていますけども、一言で言うとですね、ビジバイです。ビジネスバイク。はい、キックで始動します。こうてるとすごい力が入りそうに見えませんか。実はそんなことないんですよ。はい、これでかかります。はい、このぐらいキックは軽いです。このね、キックがすごくこう軽くなさそうな動きとかしたら どんな動きなんですかね。こうやって乗っかって、こうやってやったらすごいこう重そうなんですけど、はい、この足はすいません、今のは冗談ですよ。はい、どうでもいいんですけども、CD50 とはどういうバイクかなんですけども、一言で言うとビジバイです。はい、ビジネスバイク。ビジネスバイクというのはまずコストが安いこと。何のコストか。維持費、もちろん燃費も含みます。部品代等も含みます。タイヤとかの消耗品のお金も含みます。維持費と導入コスト、もちろんあと生産コストですね。そうしたものも含まれます。だからベンリー50というのはですね、こいつが生まれたのは1964年7年ぐらいの年代です。で、それから今に至るまで、モディファイやモデルラインナップを増やしながらですね、今に至るんですけども、基本的な構造がほぼ変わってないです。はい、でフレームはですね、この鉄板押し出しのあのフレームですね、押し出し成形でやってるフレーム。電池は下部にも使われている 横型エンジン。しかし遠心クラッチではなくてですね、普通のあの握るにぎにぎのクラッチなので、ミッションはロータリーですけれども、クラッチ操作が必要です。はい、こっちの方がいいっていう人の方が多いと思うんですが、はい、ミッションは4速です。はい、4速ですね。で、始動はキックのみ。はい、で、全体的に軽く、そしてですね、積載量も多く作られています。リアキャリアが大きいですので、いろんなこうボックスを積むことができます。で、なおかつですね、割とその長時間の運用でも耐えられるような感じの、居住性っていうんですね、操縦性を持っております。はい、というのがCD50 の特徴かな。だから以前ですね、震災時に役立つバイクということで紹介したと思うんですけども、下部をですね、ベンリー50も十分にというか、十分にというかですね、同じぐらいやはり、役に立ってくれるんじゃないかなというふうに、考えます。燃費めちゃめちゃいいです。いつガソリン入れたか忘れます。多分40キロ50キロもしくはもっと走っちゃうんじゃないですかね。でなおかつこのようにですね、風格が小柄なので、自転車を置くスペースがあれば保管することができます。自転車、タイヤがですね、自転車並みにやっぱり細いので、もちろんバイク用のタイヤなんですけども、自転車置き場にちゃんと置けてしまうんですね。で、あと重量が軽いですなので、負担にはならないんじゃないかなというふうに思います。で、少し、カスタムというか改造をされております。見た通りですね、このボックスですね。はい、部屋の片付けができないとお母さんが買ってくるやつです、これ。はい、ですね。とリアショックですね、コイルスプリングのリアショックになってます。はい、で、あとはハンドルですね、ハンドルも変わってますね。で、時計がついてます、これ自転車用のやつです。で、バイザーついてますね。はい、あとフロントにこの革の
これビニールレーザーですね、革の、あの小物入れがついております。中に何が入ってるか分かりません、私見てないですよ。これはですね、皆さんの買ってからのお楽しみです。もしかしたら中には現金や金塊が入ってるかもしれません、はい、入っていないかもしれません、それはお楽しみでございます。はい、で、何でしょう、あのそうですね、何から話そうかな。あの先にじゃあ、ちょっとした豆知識ですね。 あまりよく知られていない、ことなんですけども、これ CD50 ベンディという BENLY とかで書いてあるんですけども、ベンディかベルリーか忘れたんですけど、 RY か忘れたんですけどもっていうものなんですね。響きがですね、日本語で言うところの便利とすごくすごい似てると思うんですよ。じゃあその便利とは一体何語でどんな意味なのか、皆さん知ってますか？知ってます？皆さん知ってそうで知ってない人が多いんですけども、これ実はですね、便利という意味なんです。ですね、いつも の販売条件なんですけども、ホワイトベースではですね、納車整備とですね、ナンバー取得、これ原付なのナンバー取得だけはご自身でやってもらいます。書類全部お送りしますので、それから自賠責が2年ついてます。あとテスト走行させていただきます。店頭からいってらっしゃいという金額で出させていただいているんですが、納車整備の内容がですねちょっと変わります。まず、バッテリー、オイル、プラグですね、それから保安装備、制動装備関係やります。であと、これタイヤが前後ですね、だいぶひびが入ってきているので、タイヤ前後新品にします。これ東華道風なんですけどどうですか。はい、東華堂のテレビをショッピングチャンネルをよく見てるんですけども、有線放送をうちやってるんで、とかあーとか、あれみんな手前で誰か言ってるんだと思ってたんですね僕。それでこう値段言うときにこう19,900円ってボソッとこう言うじゃないですか。あのため必要なんですか思いつつも、自分もよく貯めるんですけども、はい、非常になんかこう東華堂とかジャパネット高田さんとかですね、非常にこう喋り方勉強になりますよね。そうなんですよ。で何の話でしたっけ。そう、なんと前後タイヤ新品でって言ったらこうおーっていうのがあったらいいな、後付けできたらいいなとか思うんですけども、そんな話はさておいてです。そんな感じで、すぐに乗り出せる状態までの金額ですね。であと、保険なんですけども、任意保険ですね。大体ファミリーバイク特約をお使いになるパターンが多いかと思うんですけども、もちろんですね、原付単体で原付の保険に入ることも可能です。はい、あと全国にですね、納車発送買い取りと、先ほども言ったんですけどもさせていただいておりますので、その後の陸送費はご相談をください。よろしくお願いいたします。どうですか、震災や有事の際に備えて、1台お持ちになっておくのは非常にいい選択肢なんじゃないのかなというふうに思います。普段使いでも非常に便利です。で4速ミッションなんで意外とスピードは出ます。であとクラッチがですね、ちょっと反対側もあれしてないからですけど、クラッチが普通のクラッチなので、ミッションはロータリーですけども、クラッチワークとしては練習になるのかなというような気がします。もし中型通るならですけども、はい、でこうやってまたがるときちょっとボックスがね当たっちゃうんですよ。僕あんま足が上がらない、よいしょ、上げてこうやって乗ってですね、はい、ちょっと後ろから撮ってくれる。でバイクで曲がるときはわざとお尻をずらしてバイクはまっすぐでこう曲がっていくと速いっぽいです。すいません、本当にすいません。はい、エンジンかけたっけ、ですね、はい、こんな感じで、ホワイトベース、いやふざけてるわけじゃないんです、全然ふざけてるわけじゃないんです、非常に真面目にやっているんですけども、なんとかですね、
皆さんにオートバイの楽しさをこうどうにか伝えられたらなということで、やっております。はい、どうですか、ベンリー50、もし原付をお探しの方いらっしゃいましたら、この機会にどうぞよろしくお願いいたします。